森友や、チビでもプロで戦えると子供たちに夢を与えたい。森友や星27歳が26日、大阪市内のホテルで入団会見し、これまでを振り返った。星として史上4人目の首位打者を獲得した19年から一転、20年は打撃不振でチームも V1。ベンチで涙をこぼした日があった。試合中もずっと泣きそうになってた。試合に出たくなかった。その挫折の時に心の支えとなったのが、憧れの存在。18年の日米野球で対面した、強打の星モリーナだ。間近で見たプレーにエグかった、震えた。モリーナのような選手になる、という思いで震えたち、21年は打率3割をマークした。身長170センチと小さくてもプロの世界でできるんだと、子供たちに夢を与えられる選手になりたい。大阪でプロに憧れて育った少年が、憧れのモリーナと同じ4を背負い、今度は少年たちの憧れとなる。お前は突然変異や。天才やからな、普通に高卒ルーキーの頃から打ちまくってたやん。森は天才すぎて少年に夢も何もないわ。これまで甲子園で見た打者の中で一番異質な天才っぷり放ってたし。実際167くらいやと思う。校内で会ったことあるけどめっちゃ小さかった。境の強度キュンにしては性格まともだよな。珍しいでほんま。森プーベなんだよな。5億円稼げる夢のある選手、チビの星、頑張れ。才能がすごすぎて逆に西武ファンの子供たちに絶望を与えてそう。森の高校時代の先輩が、一番バッターの森が相手ピッチャーの状態を伝えてくれるけど、毎回大したことないですしか言わんから困ってたって何かで言ってたわ。これ見て頑張ればプロ野球選手になれるんじゃないかと思っている少年たち、そんな甘くねえぞ。